完全に新規キャラでいきたいと思いますけど、完全に気持ち悪いキャラになってますんですけども、完全に初見です。だから調べながらいきますんで、すいません。あ、なんか新しいやつある。なんやこいつ、甲羅めっちゃでかいやん。あかん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 、甲羅が邪魔するな。これなんこれ、新しいの結構出るね。うお、そうなんや、リフォームや。え、なんでなんでなんで X って書いてあるよね。あ、長押しね、当たり前や、長押し。俺何回やってるんって、あれロバクを何回やってるん。え、なんで転ぶん。あ、なんか出てるんか。え、壊したらなんか出るんか、唾液、唾液っていうか。マジでちょっと面白くなってきてるやん。長押し1回2回3回って4回ってやんなあかんのや、これ。ずっと押してるんじゃなくて、なんか出てくるんや。やだな。でも進捗状況が進んでる。それで、なんか面白い新規コース、ありがとうございます。じゃあちょっと集中するために喋らずにいきましょうか。てか一回喋りながらやってる間に集中するためっていうか、そのマイク的に、マイクの場所的にもあるんですけど、あれしますね、沈みますね。そこまでは喋りましょう。下見なんで、下見が絶対必要なんです、このゲーム。壊す、何あれ、取って乗りして3個、取って乗りして3個、あっちはペタペタだけ、取って乗りして3個、あっちはペタペタだけ。 OK、 行ってみましょう。めっちゃ重いんやけど、何これ。あ、これ壊さなあかんのじゃない、これも。え、何これ、新しくない。何すか、こんなに壊していいの？ちょっと待って、壊しすぎなんじゃない？壊したのはもうペケってなってるやん。あれ？俺壊したかんとこ壊したんじゃねんか。
ですか。わからんくない。でもね、何が楽かってさ、昨日犬いたやん、犬ケビンとかみたいな可愛いやつじゃないやつ、あれがないんや。ないのだけでなんか俺やりやすいなって感じてますね。あれがあるのとないのとで難易度どんだけじゃん。ないなんかわからんこれ。もう一回だけリトライすか。しまった、リトライすればすぐやったのにここの画面来ちゃった。この右側がわからんな。わからんかね、いらんもんが来てるだけね。いらんものっていうか、あの人なんか間違えて運んでない？今回その部屋の中にいっぱい間違えたものがあった時あったけどさ、それは分かって出せばいいんやけどさ、ここの場合はもう間違えたものが届いてるんですよね、部屋の中にあるっていうの。これ何、しかもこれ外から見た時何か分からんね。しかも四角いのに取れた時あったよ。これノリやで、ノリはだから右上。しかもなんかノリのマークにしといてほしい。あそこはバケツのマークになってるけど、ノリやね、ノリ、ノリ、ノリじゃねえ、ノリじゃねえ、ノリや、ノリや。でペンキ、ペンキで、カーペット、カーペットの時にここに引くだけなのかな。これカーペット、これがカーペットならめっちゃ簡単なんやけど、このね、新しく壊すっていう本当のリフォームやね、 DIY というか。あれ簡単や。分かった、行きます。
壊したの合格したんやけど、今回どんだけ壊しても合格してんだけど、壊せるのに壊したらあかんとことかあるってこと。え、合格してる？何？どういうこと？どういうこと？合格したマーク出たっけ？壊したらあかんとこ壊してる可能性あるから やり直していい。そしたらあそこ濡れんってなると思うんで、なんか作者の気持ちが分かった。やっぱり壊すのはここだけや。このドアであっち出れんくなるの初めての試みやね。ありがとうございます。面白い試みというか面白い仕掛けでした。ギミックでした。ありがとうございます。
ですけど。あったの忘れてたわ。さっきでもいらんのいっぱい届いた気したんやけど、あれ違う、あったの忘れてて、この時間ってすっげえゆとりあるステージじゃないですか。急にどうしたやろこれ。から出れたやん。え、なにこの簡単なステージ。簡単やった。壊しすぎたらあかんっていう引っ掛け問題や。壊しなあかん場所ってちゃんと書いてあったんかな、設計図に。どうも。